ババババババとは、フランスやイタリアのナポリの名物となっている焼き菓子の一種。イースト菌の発酵作用で膨らませた生地を円環形、もしくは円筒形の型に入れて焼き上げ、ラム酒風味のシロップを染み込ませたケーキとなっている。ワインのコルクセンに似た形状から、ババブーションとも呼ばれる。今日、フランスとイタリアで親しまれているような、ブリオッシュに近いケーキに、 ラムシュ風味のシロップを染み込ませたババは、18世紀初めに、ポーランド王の座を追われた後に、ドレのヌ皇に封ぜられたスタニスワフ・レシチニスキの、ナンシーの宮廷が発祥とされている。悲痛に苦しむスタニスワフがクグロフを食べやすくするため、甘口のワインをかけたのが、ババの始まりだと言われている。ラムシュをかけたクグロフにフランベしたスタニスワフは、歌詞の美しさに見とれ、 千代人よ物語の登場人物アリババを想起し、合詞にアリババと名付けたという。スタニスワフが考案したババは、ドレーヌの宮廷で人気を博し、ソースとしてマラガ産のワインが評されていた。フランス王類15世のもとに嫁いだ、スタニスワフの娘マリーによって、ババは、フランス王国の宮廷にも伝えられた。パリのモントルグイユ通りに店を開いた。 ロレーヌ地方出身の菓子職人ストレイに由来する説、菓子を完成させた人物が、喜びの、あまり叫んだ、バば、という言葉に由来する俗説がある後2850年代の、パリで、菓子職人のジュリアン兄弟が、円関係のババを友人で食通のジャグ・アンテルム、ブリア・サバランに敬意を表してサバランと改名したため、以来フランスでは、ババというと、小型の円筒形のものだけを指すようになった。 しかしナポリでは現在に至るまで両方ともババもしくはバッパと呼ばれている。ババはロシア、ポーランド、ウクライナで作られている伝統的な焼き菓子でバリエーションが豊富であり、ロシアには40種類以上のババが存在する。ロシア語をはじめとするスラブ系の言語においてババという単語には女、老婦、老女などの意味があるため、 ロシアではシャラクで、ぽっちゃりしたババ、とても気まぐれなババ、友達に、ぴったりのババなどと呼ばれるババのレシピが存在する。ウクライナでは、ババとは、円形のプディング状の料理の名称でもある。また、ポーランド人や東欧系、ユダヤ民族の伝統菓子に、ババとよく似た、バブカというものがある。シロップをかける前のババをロム瓶詰めされたババババ,バ、お、ロム、ブリオッシュ生地を、 直径 2cm、高さ 2cm の円筒型の型に入れて、発酵させ、焼いてから、ラム酒風味のシロップを染み込ませる。てっぺんに熱したアンズのジャムをハケで塗り、マラスキーのチェリーを飾る。ババをふるい、ババを皿に盛り付け、ラム酒風味のシロップに漬けたいちごやブルーベリーで周りを飾り、ラム酒風味のクレームシャンティーを添える。ナポリやア,アメリカ合衆国のイタリア系店では、 ババの上にカスタードクリームを絞り出して、マラスキーのチェリーを飾ることが多い。ウィキメディアコモンズには、ババに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。